あの、パラプンテジ、J リーグサッカーチャンネルですということで、今回死闘の結末というとこで、札幌神戸の速報レビューですね。やっていこうといます。よろしくお願いいたします。ということで、先ほど本当に終わったばっかりのゲームなんですけどもね。いやー、なかなかに熱い展開だったんじゃないかというとこでね、最後どちらに転ぶかっていうところも、ざいました。まあ、札幌からしたらね、 勝ちたかったゲームでありヴィッセル神戸からしても、えー、勝ちたかったゲームじゃないかというところでございましてまあ、どうだろうな札幌は残留争いにはやっぱりこうなかなか厳しいところにはいるんですけどもただ 選手の動き自体はなんか悪くないのかなとか、ね、思いつつもね、やっぱビッセル神戸にやっぱ勝ちたかったし、ね、ホームってことを考えればね、もう正直勝ち点3じゃないとダメ、もう引き分けじゃダメみたいな、えー、時期にこのままでは入ろうとしておりますんでね、もうこれまではね、もうビッセル神戸とかゼルビアだったらね、勝ち点1でも OK みたいな、えー、ゲームとかそういう流れだったかもしれませんけども、そろそろ勝ち点3じゃないと残留が厳しいとか、えー、なりますんで、次こそというとこでしょう。 逆にヴィッセル神戸は逆転優勝に向けてしっかり勝ちたかったところじゃないかというところでございますけれどもというところでじゃあ振り返っていきましょうこちら結果1対1のドローと。 いうとこででしたで先発メンバーは一応こんな感じですね、大崎選手はフルストの一戦というところでね、ヴ、え、ィ、ー、ッセル神戸に関しても、山内選手がインサイドハーフで起用で、宮代選手はどうもねお怪我という話です、で酒井豪徳さんもね負傷というところなんで、一応こんな感じのメンバーとなりました、で前節ですけどもね湘南、京都、鳥栖、この辺りがですけどもね、えー、勝つというところで、札幌はね札幌だけ勝てず、ちょっと離されたみたいな。 え前節だったんで今回こそ勝っておきたいというところでしたヴィ、まあ、ッセル神戸であればどこであれば勝ちた点3がやっぱり欲しいというところですで逆転優勝へしっかり勝ちたかった神戸というところが,これが試合開始前の両者の状況と。 いうとこでで試合が始まってからね大崎、強烈なインパクト残しましたね、もうセカンドボールはバン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 拾うし、利、ね、き差チ能力発揮してね決定機を阻止する中心もありました、まあ、大崎1人入るだけでやっぱりこんなにね守備の、えー、安定感につながるのかなという感じもしましたしね、ねでや馬場選手もね大崎選手みたいないろんな経験 えー、押してきた選手の横でプレーするっていうのはいい刺激に、ね、なるんじゃないかま馬、あ、場ババ選手も大崎選手もセンターバックも、えー、ボランチもできるまあ馬場選手はねサイドバックとかもできますけどもねある意味まあ、えー、タイプ的には大枠ではね、えー、似た選手まあ後ろめのポジションならどこでも、えー、できる中う選手なんでこの大崎選手から学ぶこともね若い馬場選手からとったらねまあ、これいい経験に。 なるとというとこでしょうやっぱりサッカーのいいとこってこう横でプレーする選手がいるというところで昔ね、ねやっぱ柴崎岳選手がねこんなにねこう世界で活躍する選手になった日本代表まで行った中なうのはその横で小笠原光男と一緒にプレーをしたとかね練習から一緒に小笠原光男の横で学んだというのがでかいちいうのも、ね、ありますんで馬場選手からしたらやっぱ大崎選手の背中を見てね、えー、育ってほしいし得るもの多いんじゃないかというところには、えー、なってきますね。で まあ前半の流れからしてなんとなくね僕が前半終了した時点で思ったのは神戸、東京ヴェルディのゲームでヴィッセル神戸がめちゃくちゃ攻めたというゲームがあったんですね攻めまくったんだけど結果、あれオウンゴールかなオウンゴールで失点して0 1で負けたみたいなのが今シーズン1回。 ありましたでこの試合のね前半序盤もどんどんビセルコベが攻めてねあと一歩というところまで攻めるんだけども決めきれずというところでなんかこの展開って見たことあるなと思ったらなんかベルディー戦のね ビッセル神戸のそれをなんか見てる感じがしていて、でまあ、ビッセル神戸,戦あビセル神戸東京ベルギー戦の方がもっとなんかチャンスは、ね、あったかもしれませんけど、もなんとなく似た雰囲気で、これはちょっと大丈夫か、どっかで1点取らんとなみたいな、1点取ればでも2点、3点入るかなという感じで前半は見ておりました、まあ、結果1点しか、ねえー、入っていないんですけどもで、いい攻撃から、ね、得たフリーキックを。 青木選手が決めるあれはちょっと壁が割れちゃったとっいうのもねあるかもしれませんけどもしかし、まあ、青木選手のキックの精度が高いというところで、まあね、美しいゴールで、うん、ございましたしやっぱ青木選手自体はね体のキレイ自体はめちゃくちゃ良さそうですしねでしかし後半、交、え、対、ー、策が当たりましたね左サイドがやっぱ活性化特にしました佐々木選手が入ってから左サイドは攻守においてねアグレッシブな感じになりましたしで札幌に関してもね左はな 中村選手、菅選手、青木選手、この3枚は非常に連動していてよかった、左はもう思う存分ね、札幌に関してはビッセル神戸のところはね、結構押していたんでね、まあそういうところで両者左サイドは活性化したという試合になったというところでしょう、ただまあ後半ね、ビッセル神戸早い時間帯で大迫選手のゴールで追いついたというのも相当大きいですし、でまあ、クロスの精度も高い、やっぱ大迫選手はね、そこにいれば決めるんだなちいうところには、えー、なってきます。まあ非常 いい形で、同点に追いいつくというとねねうこでですよ、ね、で PK のシーンに関してはね、正直やっぱ思うところがあって、まあ、結果論、まああのね、鈴木武史選手が PK を外した、止められてしまったシーンにはなります、まあ、これ本当結果論なんでね、まあ、決まっていればどうだったかとかね、いろいろ。 ありますけどもただまあ個人的には大前提結果論というのはねう分かるんですけどもね長い目でこれから長いシーズンを見据えたときにストライカー鈴木武蔵の PK とゴールというのは今後ね本人が乗っていく可能性も。 あったこれまでずっと苦しんだ選手が PK のキッカー、えー、になって一発 PK 決めてそこからね流れから点取り始めるみたいなのってサッカーではよくあることかなと、えー、思うんですよねだからま PK であれなんであれこんだけね、えー、もわき苦しんでる鈴木武蔵選手が PK 一発決めて今季初ゴ,ール初ゴールを決めればここから乗ってくる長い目で見たら次の試合その次の試合とつな、えー、がるんじゃないかっていう意味で PK キッカーの鈴木武蔵ってう選択は僕は 僕は正しかったと 思いますし、まあ、本当、長い目でこれ分かりませんけどね、ねかりませんけどもあのとき PK でも1点取ったからその後の鈴木武蔵の活躍があったよねみたいなのはもしかしたら1つの世界戦としてあったかなっていうのはありますんで、まあ、PK キッカーって、ね、チームによって違うらしいです、もうあの決め方がね、えー、やっぱ倒された人が、ねまあ、基本的には蹴るみたいな、まあ、もちろん、ね、あのセンターバックが倒されて、PK はセンターバックは蹴らないでしょうけど、基本的には、ねまあえー、倒された選手が蹴る。 部分はああればもしくはこう事前に決めるるととかピッチの選手でで判断するみたいなところがあるんでどういう流れでね、鈴木武蔵が蹴るようになったかっていうのはちょっと分からん。これはチームの決め事なんでね、外から分かんないところもあるんですけども、ただ、だから長い目で見たらね、鈴木武蔵が決めてね、これから乗っていくっいうシナリオは非常に僕は現実的だったと思うんで、その時点では鈴木武蔵という選択は僕は別に間違ってはいないと思いつつも、しかしですね、やっぱ流れ、 これまでの鈴木武蔵がなかなかね点を決めきれていない中なうとなくの流れからこれは決めれるのかっていうねねなんかねのがあって大丈夫かっていうそっちの方がね前回のゲームも,もうあとはこれキーパーもね剥がしてるし流し込むだけっていうところでねえ中のねえ相手選手クリアされたみたいなシーンがねあったと思うんですけどもねそういうところなんかね流れが悪いなっていう。 ところ雰囲気がよろしくないっていうね今年の鈴木武蔵選手にはなってきます、まあ、本人自体はね体のキレイもいいしねゴリ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 いけるんで、ね、調子はいいんだろうけども最後決まらんっていう、えー、ところ本当、ね、う体を動けては動けていないわけでもないですしこの人も何回もねもう相手をこうしっかり体使って抑えて前進していくみたいなシーンもあったんで本当ねシュート以外の鈴木武蔵は非常にいいんですよね。ただ、まあ なかなかやっぱりね流れがよろしくなかったんでこの試合を本当に勝つっていう点ではもうこの目の前の試合を勝つっていう面では別のキッカーの方が良かったのかなっていうところ例えば、なんとなく青木選手であれば今日決めていたんじゃないかみたいなえね浅野選手であればとかなんとなくねこれは分からん、本当これはね分かりません誰が蹴ったらえ他の選手が蹴っても外してた可能性もありますしでも、なんかねこうオカルト的なね話まあサッカーにおけるオカルト的なところなんですけどもなんか あ、鈴木武蔵が蹴るってなった時の、うーん、こう、ね、授業参観で、えー、我が子を見守る親の気分じゃないけどね、大丈夫かっていうなんかね、のが見ていて、なんか感じるところがあって、どうだろう、これは僕だけかもしれませんけどもね、うーん、なんか外しても、やっぱ難しいかっていう、そっちの方が最初の、ね、感想にはなるんでね、だからこそね、ん本当難しいところです。これ、本当、オカルト的なところで、まあ、PK って結局ね、 ーまあ結局、あ合いうの取り方とかいろいろ運用素もあればねその技術的なところとかねあるんですけどやっぱコースも甘かったしなんかちょっと蹴り方というかねモーション的にちょっとなんかうん続きましょう蹴り方というかなんか多分ね本人も思わぬところに飛んだのかなっていうところちょっと思ったところに消えなかったみたいなところもあるかなこう蹴る瞬間の、ね、ところとか見てるとみたいなところもあってやっぱ本人も相当プレッシャーがあってねあの甘いコースに行ってちょっと とフォームがっていうところもあったかもしれませんけどもね。というところで、まあ、難しい本当結果論なんであれなんですけど本来であれば長い目で見た鈴木武蔵では正解だったかもしれませんがただ前半き、えー、1点取ってる青木選手に蹴らした方が自信持ってやれたのかなってまあ、PK ってメンタル要素が強いと僕は思ってますんでね。ところかな、まあ、PK を外すことができるのは PK キッ にんなだだだっけけ、えー、を蹴るものだけだみたいなロベルト・バッチョのなんかそんなニュアンスの、ね、名言がありますけどもねなんかやっぱ難しかったのかなっていうところには、えー、なってきますでもうその後はもはどちらも、ね、勝ってもおかしくないみたいな展開でむしろ札幌からしたら、ね、後半のあんだけ攻め込まれた展開でよく、ねまあ、最初失点を抑えたかなっていうところでこれがなんかシーズン序盤とかであればねシーズン序盤とかであればドローでねあよかったねっていう、まあ、ホームだけどねホームだけどもドローでよかったねっていうところかもしれませんがただね そろそろ勝ち点3じゃないとだめみたいな、ちょっとどんな相手、ゼルビア最初も言いましたけど、ゼルビアであれ、神戸であれ、もう鹿島であれ、勝ち点1じゃちょっとね、残留厳しいんじゃないかみたいな時期に入ろうとしてます。だんだんやっぱり、こう、もちろん試合数もね、減っていっていますしまだギリね、引き分けでも OK と考えることができるかどうか。 っていうところも、引き分けちゃダメだっていう時期は絶対このままだと来ますんでね。そういうことで考えていくと、なかなか評価が難しいゲームになったのかなっていうところ。何にせよ、まあ、連敗はストップしたんでね、それは前向きに考えていこうというところと。ビスル神戸からしたらやっぱ逆転優勝に向けてね、この展開であれば勝ちたかった。特に前半ね、2点、3点、まあ、3点は言い過ぎか、2点ぐらい決めきるようなシーンがあったんで、そこで決めきれなかったことは全てかなと。いったところでしょうかね。はい。ってことで、今回以上です。以上、バラブンテジェルサッカーチェンドでございました。よかった。チャンネルトマス。その We'll be right <laughs> back.